私の名前はパニコ、30歳、IT 系の会社で働いています。高校を卒業してから今の会社に入社したので、今年で勤続12年目になりますね。最近ではプロジェクトリーダーを務めることなんかもあるのよ。大事な立場を任されるようにもなって、もちろんプレッシャーはすごいんだけど、その分やりがいも感じています。しかし、そんな私の充実した日々を壊す人物が現れたのよね。それは新人のひとみさん。大卒でうちの会社に入社してきた人なんだけど、どうやら社長の娘さんみたいなの。入社早々、社長令嬢いいことに威張っていると聞いたので、なるべく関わらないようにしようと思っていたんだけど、教育担当を任されちゃったのよ。ひとみさんは噂通りの人で、遅刻や無断欠勤は当たり前、注意しても逆ギレしてくるような人でした。実は今日もひとみさんは遅刻しているの。おはようございます。あー、やっと来たわ。ひとみさん、1時間の遅刻よ。それがどうしたんですか？いや、どうしたじゃなくて、遅刻の理由は？今日はお家で飼ってるワンちゃんがいっぱいご飯食べたの。はい、可愛くて思わず写真撮っちゃってね。気づいたらこんな時間。いや、笑い事じゃないから。はいはい、ごめんなさい。それだけ言うと自分のデスクに戻ろうとしました。いや、ちょっと待ってよ、まだ話終わってないんだけど。まだ？あなたね、これで遅刻何回目？前回だって反省したって言ってたよね。もううるさいな。ちゃんと来ただけで偉いでしょ。あーだこうだ言う前にまずは褒めて。あのね、あ、そうだ、今日までの書類があるんだった。じゃあ私仕事するんで、もう話しかけないでもらっていいですか？はい。毎日こんな感じなんです。何度注意しても遅刻や無断欠勤は治らないし、聞く耳も持たないのよ。普通の新人がこんなことしてたら、それなりの処分が下ると思うんだけど、ひとみさんは社長令嬢ということもあり、何のお咎めもなし。もちろん誰も何も言えません。特に社長がひとみさんに甘いのよね。ひとみさんの日頃の態度は一応上に報告しているんだけど、教育担当の私が何とかしろって全部丸投げ状態。おかげで私の仕事は増えるし、ストレスは増えるしで、毎日大変。そんなある日、ひとみさんに頼んでいた資料のチェックをしたんだけど、なにこれ、全然違うんだけど。あれ、ここも違う。これってまさか。ひとみさん、ちょっといい？さっき出してもらったこの資料なんだけど。あ、どうですか？バッチリでしょ？いやー、間違ってるところだらけなんだよね。そんなわけないし、私頑張ったんですよ。データも全然違うのが混ざってるし、ところどころ文章もおかしいし。これ本当に自分で作った？なんで疑うんですか？ちゃんと私が作りましたよ。 AI を使ってまとめてみたんです。やっぱりな、道理で変だと思いました。 AI を使って作業を効率化するのは100歩譲っていいとしても、それを丸々コピペさんだと思います。AI 使えば楽できると思ったんだろうけど、これじゃ一からやり直したわ。これじゃ資料として使えないから、もう一回直して。それから次は AI 使わないで資料作ってくれる？ちゃんと自分で調べて自分でまとめてちょうだい。は？何言ってんですか？ここ IT の会社ですよね。最先端の AI 使っちゃダメとか意味わかんないんだけど。間違えてるなら AI のせいです。それは AI のミスで、私じゃありません。私は直しませんよ。はあ？なんで AI に責任を押し付けてるのかさっぱりわかんないわ。まずは自分の力で仕事をしてほしいの。その上で効率化できるなら
AI を使ってもいいけど、まずはちゃんと調べてまとめて。私がそう言って注意すると、ひとみさんは小さく舌打ちをしました。ざ、ああはいはい、わかりましたよ、直します。ふてくされながらもひとみさんはしぶしぶ直すと言ってくれたわ。ありがとう。わからないことがあったら何でも聞いてね。私が笑顔を作って優しくそう言ったにもかかわらず、低学歴には教えられたくない。ひとみさんはそんなこと言い返してきたのよ。え、パニコさんって高卒ですよね。え、そうだけど。低学歴の人に教えてもらうことなんて何もないですから。そもそも大卒の私と高卒のパニコさんじゃ地頭が違うの。パニコさんレベルと一緒にされちゃ困るわ。ま、低学歴でもわかるように資料作り直しますね。なあ、嫌味満点なその言い方に腹綿が煮えくり返りそうになったわ。でも我慢我慢。私とひとみさんが揉めたところで、きっと上の人たちも社長もひとみさんの味方をするだけです。なるべく穏便に済ませる方が得策だと思いました。しかし数日後、直しを頼んだ資料をひとみさんはちっとも持ってこなかったのよ。最初に言っていた期限だってとっくに過ぎているわ。たく、しょうがないな。私がひとみさんのデスクまで催促に行くと、はい、何でしたっけその資料って。そんな資料知らないと言ってとぼけ始めたのよ。本当に呆れちゃうわ。あなた、確かに自分でちゃんと直すって言ったよね。社会人なんだから自分の仕事や言動には責任持ってもらわないと困るわ。私が少し強めに注意したその時、たまたま私たちの部署に社長が入ってきました。あ、パパ、ちょっと来てよ。ん？どうした？なんかあったのか？パニコさんが私に意地悪してくるの。はあ？意地悪？頼まれてもない仕事を頼んだだろうって理不尽に怒ってきたのよ。ちょっと、あなたね。ひとみさんはデタラメなことを言い出し、私を悪者にしてきたのよ。嘘までついて被害者面するなんて。社長は困ったような顔をしつつも、ひとみさんに言われたことをそのまま信じたようでした。パニコさん、ひとみはまだわからないことも多いだろうから、お手柔らかに頼むよ。新人に圧かけてどうするんだね。はぁ、パパ、それだけ？可愛い娘が意地悪されたんだよ。もっとガツンと言ってやってよ。ごめんな、この後会議だからもう行かなきゃいけないんだ。じゃあパニコさん、そういうことだからよろしくね。そう言うと社長は逃げるように会議室へ向かっていきました。ひとみさんの態度はもちろん、社長の態度にも納得がいかないわ。聞いた話によると、社長は昔からひとみさんを溺愛していて、怒ったことは一度もないそうです。そうやって甘やかして育てたせいで、ひとみさんはこんなにわがままな性格になってしまったのでしょう。この会社に入ってきた理由も、いわゆるコネ入社。大学を卒業しても就活では全滅してしまい、最終的にひとみさんは社長に泣きついたらしいわ。娘の言うことなら何でも聞いちゃう社長なので、あっさり入社を決めたってわけ。面接試験も形式的にやっただけのようで、最初から採用は決まっていたとか。でもね、ひとみさんに腹を立てているのは私だけではありませんでした。一緒に入社してきたひとみさんの同期も迷惑を被っているらしく、噂話がいくらでも私の耳に入ってくるのよね。けれど現実的には、社長が甘やかしている以上、ひとみさんはずっとこの会社で威張るはず。将来はひとみさんがこの会社を継いだりして。わー、先が思いやられるわ。この会社にいても未来が見えないなら、いっそのことよそへ行こうかな。実はある会社からスカウトのお話をもらっているし、そろそろ決断する時かも。そんなことを私は密かに考えていました。とある日、遅れました。ひ
とみさんが大事な会議に遅刻してきたんです。今回の会議は少し大きなプロジェクトで、社長や役員、取引先相手の人も何人かいました。資料作成だけじゃなくて、自分もプロジェクトに参加したいというから、今回会議に出席させたっていうのに遅刻してくるなんて。一応私が教育担当である以上、責任を持って注意しなければいけません。取引先の人にも謝り、ひとみさんにもこういうことが二度とないよう今後気をつけなさいと注意をしました。その時はひとみさんも素直にすみませんと言ってくれたんですが、会議が終わり、みんな会議室を出た後、ひとみさんは真っ先に社長のところへ向かいました。そして私の注意の仕方が気に入らないと言って、私の目の前で愚痴り始めたのよ。ねえパパはどう思う？さっきのパニコさんの言い方ひどかったよね。ああまあ確かに少しだけな。少し？いや確かに言い方はきつかったかな。社長だって一部始終を見ていたはずなのに、本当に呆れた親子だわ。するとひとみさんはとんでもないことまで言い出したのよ。パパあの人いらないよね。私に嫌がらせばっかりしてくるし、教育担当以前に社員としていらなくない？え、あ、そうかな。いらないよ。そうか。社長がそう言うと、ひとみさんは勝ち誇ったような顔で私の方を見てきました。パニコさん、聞いてた？あなたのこといらないって。私に嫌がらせばっかりしてるとクビになるわよ。もう我慢の限界。これ以上この親子には付き合いきれないわ。じゃあやめます。え？本当？あなたみたいな低学歴の無能はどうせ引き継ぎすることないだろうから、今日付けてやめていいわよね、パパ。いや、それはその動揺する社長に向かって、その方が助かりますと言って、とりあえずペコリと頭を下げ会議室を出ました。そしてそのまま退職届を書き、社長室に持っていくことに。社長はおろおろしていたけど、きっぱり辞めると言って叩きつけてやったわ。もうどうなっても知らない。それから1週間後、知らない番号から電話がかかってきました。仕事の電話かと思い、思わず出てしまったんですが、相手は社長でした。あ、パニコさん、悪いんだけど会社に戻ってきてくれないかな。実は今大変なことになっていて。社長の話によると、私が辞めた後、誰も教育担当をやりたがらず、誰が次の教育担当になるか相談している間に、ひとみさんは勝手に仕事を進めていたようです。勝手に取引先に連絡したり、勝手にプロジェクトに参加したり、もうめちゃくちゃだったとか。ひとみさんに逆らったらクビになるというのは、ひとみさんも脅し文句のように使っていたらしく、みんな注意できなかったみたいね。また私みたいにひとみさんの仕事をやり直す人もいないので、でたらめな資料のまま大事な企画会議に提出したり、取引先に送ったり。おかげで取引先の人から信用できないと言って、次々と契約を断られ、クレームの電話も殺到しているそうです。で、困った社長は私に電話してきたってわけ。やっぱり娘の教育担当はパニコさんにしか頼めないと思って。そんな都合のいい話はないわ。私は当然無理だと言って断りました。自分の娘のしつけは自分でしてください。私は娘さんの子守じゃないので。それから私はもう別会社に転職したので、今さら何を言われても会社に戻ることはできませんよ。実は以前スカウトの連絡をもらっていた会社にもう転職していたのよね。そこをなんとかと言って食い下がってくる社長だったけど、私は無視して電話を切りました。そして後日、私が仕事で打ち合わせに行くと、え、パニコさん久しぶりね、今日はよろしくお願いします。ひとみさんが驚くのも無理はないでしょう。私が転職した先はもともと取引先の会社だったんだから。しかも元の会社からしたら一番の得意先です。
じゃあパニコさんが取引先の人ってこと？そうよ。早速仕事の打ち合わせしましょう。ひとみさん以外にも社員はいたけど、今回のプレゼン担当はひとみさんのようでした。きっと自分がやりたいと言って聞かなかったのね。早速ひとみさんがプレゼンを始めたんだけど、相変わらず資料はデタラメだし、説明も分かりにくい。見直しもシミュレーションもしていないことがバレバレ。当然契約はお断りさせてもらうことにしたわ。するとひとみさんは、ちょっと取引しないってどういうことよ。また私に嫌がらせするつもり？何を言ってるのかしら。嫌がらせでも何でもないわ。妥当な判断よ。今回の取引の判断は全て私に任せると言ってもらっていたの。元の会社を知っている私だからこそ冷静に判断してほしいとのことでした。当然ひとみさんがいいプレゼンをする、もしくは別の人がいいプレゼンをしてくれたら、取引については前向きに検討するつもりだったわ。ただこんなことを続けているような会社では将来が心配なので、取引は中止させてもらうことにしたんです。そんなだってうちからしたら一番の取引先よね。そこに取引中止にされたら、どうすんのよ。ただでさえ他の会社からも中止にしてほしいと言われてるのに。ことの重大さはひとみさんも理解しているよね。このままだと当然会社の経営は傾くでしょうね。だったら契約しなさいよ。それがあなたのせいだって分かってる？え？あなたのわがままな行動のせいで会社の経営まで傾かせているのよ。そんなはずないでしょ。私だって一生懸命。ひとみさんが自分の行動を改めない限り、会社は倒産もありえるかもね。変なこと言わないで。部外者は黙ってなさい。あら、そう。じゃ失礼するわね。これ以上何を言っても無駄だと思ったので、私はさっさと撤収することに。最後の私の忠告も無視するなんて、どこまでも救えない人ね。私が忠告したところで、ひとみさんはやっぱり何も変わらなかったようです。その後会社はどんどん経営が傾き、赤字続きになったんだとか。さすがにこのままでは倒産すると思った社長は、とうとうひとみさんをクビにすることを決断。今まで甘やかしていた社長もさすがになりふり構っていられなくなったのね。しかしひとみさんを今更追い出したところで後の祭りだったみたいでね。結局会社は倒産し、社長は莫大な借金を背負うことになったそうです。その後ひとみさんは家も追い出されたんだとか。今はボロアパートに住み、アルバイト生活を送っていると聞きました。社長は社長で借金返済のため朝から晩まで仕事しているみたい。今更甘やかしすぎたと後悔してももう遅いわね。一方私は今の会社でバリバリ働くことができています。周りの同僚たちもみんないい人だし、ようやくまた仕事を楽しむことができているわ。ごめんパニコちゃん、この資料お願いしてもいい？大丈夫ですよ、任せてください。ごめんね、ありがとう。こっち終わったらすぐ手伝うから。わかりました。定時までに終わらせて飲みに行きましょう。いいね、賛成。じゃあ頑張ろう。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。